こんにちは、幸子です。もうすぐ6月も終わり、7月が来ます。プラスチックフリージュライというわけで、今回はプラスチックの消費を減らす31個のアイディアをご紹介します。プラスチックフリージュライというのは、プラスチックの消費を減らすための世界的なキャンペーンです。このチャンネルを見ていただいている方であれば、普段から意識しているかもしれませんが、気持ちを引き締め直したり、それからもっと他にいいアイデアがないかなと研究してみたりという、もう一つ一歩先のステップに進むきっかけとなる1ヶ月になればいいなと思っています。でも何から取り組んだらいいかちょっとよくわからないという方に、この31個のアイディアが役に立てばいいなと思ってます。7月は31日あるので、1日1個何かに取り組むという意識でチェックを入れていっていただければなと思います。洗面所に移ってきました。洗面所で使うようなものというのは毎日使うので、それがプラスチックフリーにできたら、それは365日分ということなので、インパクトが大きいかなと思いますので、手をつけるのにおすすめの場所です。というわけで、洗面所からプラスチックフリーのアイデア1つ目、歯ブラシです。これはもうかなり定番かなと思うんですけれども、この部分がプラスチックではなく竹製です。かなり手に入りやすくなってきているかなと思います。数年前までは外国製の歯ブラシはこのヘッドの部分が大きすぎて、日本人にはすごく使いにくいっていう問題があったんですけれども、最近では日本人が企画したブランドというのもいくつかあるので、お気に入りが見つかると思います。2、フロス。こういうタイプを使っています。必要なだけ引き出して糸を切って巻きつけて使う。何年も前は普通に売っているフロスを使っていました。そうすると、あの持ち手の部分がプラスチックなので、1年で結構な数捨てていたなっていうことになります。この糸も素材はいろいろあります。天然素材でいうとシルクが一番多いかなと思います。ただビーガンでシルクも使いたくないという人であれば、バイオプラスチックがいい選択肢になるんじゃないかなと思います。そしてそれもちょっと手に入りにくいという場合は、この糸自体はプラスチック素材であったとしても、ホルダー付きのものを買うよりは随分プラスチック量が減ると思うので、それもそれでいい選択肢かなと思います。3、ハンドソープ。我が家ではこんなソープディッシュに手作り石鹸をのっけて手を洗うのに使っています。液体のハンドソープを買うと、ポンプの入れ物だったりとか、まあ詰め替えるにしても詰め替えの袋がプラスチック製だったりします。固形の石鹸であれば紙で包んであったり、まあ、プラスチックの包装である場合もありますが、だとしても結構量的には少ないかなと思うので、手洗い石鹸は固形石鹸にしましょう。4、ボディタオル。お風呂の中で体を洗うものですが、それもプラスチック製品である場合が多いので、天然繊維のものに切り替えるといいと思います。と言いつつ、私はお風呂の中ではそういったスポンジやタオルのようなものを使っていなくて、手で石鹸でなで洗いをするような感じにしています。5、シャンプーバー、コンディショナーバー。こんな感じでシャンプーちゃんと小さくなっていますが、とコンディショナーバーです。使い方は濡れた髪にこすりつけてから泡立てるっていう感じになります。これも先ほどの手を洗う石鹸と同じで、固形になることでプラスチックの容器が激減、もしくはこれの場合紙箱に入っていたのでなしということになります。6、ボディーソープ。こちらも同じくです。液体を使っているのであれば、次買い替えるときはぜひ固形のものを使ってみてください。7、使い捨てない生理用品。私は
月経カップを使っていますちょっと色も変わってきているので遠目にお見せしますが、月経カップだと一度これを買うと洗って繰り返し使うのでゴミがそもそも出ませんので、プラスチックフリーとも言えます。普段は月経カップですが、旅行などの時に予備として持っているのがタンポンなんですが、こういった感じで中身だけ、アプリケーターのないものというのが日本製でももちろんありますので、そういうものを使うとこのアプリケーターも挿入の時に使ったらすぐにゴミになってしまう、あの部分がすごくプラスチックとして大きいと思うんですが、それがなくなります。私はこの2つを使っていますが、他にも定番の布ナプキンや最近出てきている生理用吸収ショーツ、あの辺も使い捨てないので、つまりプラスチックフリーと言っていいんじゃないかなと思います。8、トイレットペーパーを無包装で買う。我が家で使っているトイレットペーパー、これなんですが芯がありません。そして170m ぎゅうぎゅうに巻いてある再生紙 100% のトイレットペーパーです。これが箱に、大きな箱に50ロールぐらい入ってで届きます。もう段ボール箱を開けると直接このトイレットペーパーがずらーっと並んで入っているので、なんか6個ごとにプラスチックの袋に入っているというあの包装がなくなります。収納スペースがあればおすすめしたいんですが、とっても気分的にはいいです。ここからはキッチン編です。9、サランラップをやめる。サランラップというのは多分使っている時はあって普通なものと思うかもしれませんが、なかったらなかったで全然困りません。私は例えばこういうガラス製なんですが、まあ、これがプラスチックだったとしても繰り返し使ってればいいと思うんですが、タッパーをたくさん用意しています。それからタッパーに入れるほどでないものについてはガラス瓶、容器を洗って残しておいて、それをタッパーのように使っています。他にも半分に切ったリンゴをお皿にパタッと伏せておいたりとか、まあ、ボウルの中のスープが残った時は上にお皿をパタッとしたりとか、そういう感じでサランラップの代わりに使えるものというのはたくさんあるので、一度スパッとやめてみると意外とできるっていうことに気づけるかもしれません。10、ジップ付きの袋を買うのをやめる。これもサランラップに近いんですが、代わりになるものがあります。そして代わりになるものもジップ付き袋です。それがこれいつもご紹介しているのでもうやっている方も多いかなと思いますが、お菓子の袋、これは片栗粉だったり紅茶が入っていた袋、この辺は袋にジップが付いています。こういったものを洗ってストックしておくと袋全く買わなくてよくなります。11、食器洗い洗剤を固形にする。キッチン用の固形石鹸というのがあるので、台拭きを洗ったり食器を洗ったりするのにそれを使えます。粉石鹸という手もあります。12、ゴム手袋を天然ゴムのゴム手袋に変える。ゴム手袋、普通に売っているものはほとんどがプラスチック製品、石油由来です。ですが天然ゴム製と書いてあるものもあるので、そういうのを選べばプラスチックフリーということになります。でちょっと注意点なんですが、一つ前に私固形の石鹸をおすすめしました。キッチンでもキッチンソープありますよということだったんですが、石鹸というのはアルカリ性です。でアルカリ性だから油汚れが落ちやすいというメリットはあるんですが、この天然ゴムのゴム手袋はアルカリ性に弱いんです。だからこのゴム手袋を使いたい場合は石鹸は中性の方がいいと思います。なので私はこの中に入っている環境に優しい中性洗剤、液体洗剤というのを選んでゴム手袋と組み合わせて使っています。13、食器洗いスポンジをプラスチックフリーに。
選択肢としてはこちらは麻紐で編んだ編みたわしです。そして昔からありますヘチマスポンジ、それから天然素材でプラスチックフリーのスポンジというのもあります。一つ気をつけていただきたいのはこの編みたわしですが、一昔前にエコたわしというのが流行ってアクリル系統で編んだものというのがあったんですが、アクリル系統というのは石油由来なので、今作るとしたらこの麻紐やコットンなど天然繊維で編んでください。14、テフロン加工のフライパンをやめる。テフロン加工というのはフッ素樹脂加工、同じことなんですけれども、これは樹脂を表面にコーティングすることでこびりつきにくくなっています。で、1年ぐらいするとだんだんこびりついてくるようになりますが、それは表面のその加工が剥げてしまっているからなんですね。で、その剥げたものはどうなっているかというと、下水道を通って場合によっては川や海へと流れていくということになります。これがマイクロプラスチックの一つですね。15、ティーバッグ。紅茶、緑茶、まあ、ほうじ茶とかいろんなお茶がティーバッグで売っていますが、プラスチック製であることが結構多いです。なので、まあそうでない紙 100% のものを探すというのもいいですし、まあゴミを減らすという点では一番いいのはルースティーを買うことかなと思います。確かにティーバッグは手軽ではあるんですけれども、あれ一杯入れるたびに何百何千のマイクロプラスチックがファーッと溶け出すらしいんです。で、それを飲んですぐにどうこうというものではありませんが、あんまり気分のいいものではないかなと思うので、これを機会にルースティー試してみてください。16、テトラパックをリサイクルする。テトラパックというのは紙、アルミ、プラスチックの3層になっているので、リサイクルが難しくて断っているところも多いという現状です。ただスーパーによっては、例えば私が行っているライフなんかは銀色、裏が銀色でも回収してくれます。そういうところを探して持っていくと、その分ただのゴミになってしまうっていうことが防げます。概要欄にどこで回収してもらえるか検索できるサイトと、もう一つ最近私が見つけたテトラパックのベルマーク運動というのが、テトラパックを回収してもらえるっぽいので、それも URL 載せておきます。以前リサイクル便、テトラパックリサイクル便というのがあって、近所に回収してくれるところがない人にとっての命綱みたいなところがあったんですが、そこがサービスを終了してしまって困っている人も多かったかなと思います。ので、もしかしたらこのベルマーク活動のところがその代わりになるのかなと思っています。ただごめんなさい、私はこれを使ったことがないので、一度サイトの方よく読んで、利用できそうであればしてみてください。利用できたかどうかのレビューもコメントお待ちしています。17、お菓子を手作りする。お菓子買ってくると外袋があって、トレイがあって、さらに一つ一つ個包装になっていてとか、クッキーなんかだとそんな風になっていること結構多いんじゃないかなと思います。なので自分で手作りをすることによってプラスチックの量を激減させることができます。レパートリーはそんなになくていいと思うんです。私のおすすめはシンプルなクッキーと、カップケーキ、それからスコーン、この3つは作り方も簡単ですし、プレーンなものを覚えてレシピを手元に持っておけば、そこに自分の好きな味、例えばココアを入れたり、チョコレートチップ入れたり、ドライフルーツを入れたり、ナッツ入れたり、いろいろ広がるのでおすすめです。ファッション編です。18、天然素材の服を選ぶ。服を買うときにデザイン、色、形だけじゃなくて素材を注意してみると、プラスチックフリーができます。
プラスチックにあたる素材たくさんあるんですが、代表的なものはポリエステル、ナイロン、アクリル、その辺が多いかなと思います。19、修理して寿命を延ばす。ちょっとボタンが取れちゃったとか小さな穴が開いたという程度であれば、ちょこっと繕ったりして長く着ることができます。長く着るということは新しい服を買わないということなので、これもプラスチックフリーの一環になるかなと思います。今着ている服はリネンです。リネン 100% なんですが、縫っている糸は実は天然素材ではないんです。石油由来なんですね。なので 100% リネン、 100% コットンの服であっても、ほとんどの場合プラスチックは完全にゼロというわけにはいきません。だからこそ一着買ったらそれを長く着るというのが大切になってきます。20、古着を買う。これも理由としては先ほどの長く着ると一緒です。もうすでに世の中に生み出されてしまったものなので、これ以上プラスチックが増えるということはないと考えて古着を買うと、プラスチックが減らせるというふうに考えていいんじゃないかなと思います。21、マイバッグを持つ。これはもう基本中の基本かなと思いますが、私はこんな大きいサイズの袋を持って買い物に行っています。22、水物袋を断る。水物袋、薄いシャリシャリの袋ですが、その代わりに私はプロデュースバッグを持参しています。先ほどのこのマイバッグの中にいつも入れているんですが、まあ布の袋です。これに直接はカバンの中に入れたくないなという野菜を入れたりして持ち帰っています。23、バラの野菜や果物を選ぶ。選択肢があればということなんですが、袋入りの野菜とゴロゴロっと好きな数持っていける野菜があれば、バラの方を選ぶともちろん袋の分プラスチックが減らせるということになります。ただ袋入りの方がちょっと安上がりだったりするんです。なので心の戦いではあるんですけれども、まあ、お財布に余裕があってよしと思った時だけでもバラ野菜を選んでいただけるといいかなと思います。24、大容量のものを選ぶ。大袋ということですね。100g 入りのものを2つ2回買うよりも、 200g 入りのものを1回ポンって買う方がプラスチック使用量としては少なくなるんです。なのでプラスチックゼロというわけにはいきませんが、ロープラスチックということになります。25、マイボトルで飲み物を持参する。つまりペットボトルを買わないようにするということなんですが、私はこの2つ使い分けています。大きいのと小さいので、1日外でアウトドアな感じで過ごす日というのはたっぷりこっちで持っていきますし、ちょっとお買い物、まあ、ショッピングがメインのようなお買い物の時でも、夏今の季節であれば小さい方念のため持っていきます。もちろんカフェとかに入ってお茶したりすることもあるんですが、その間の時間に喉が渇いて倒れそうっていうことがあるので、夏はもういらないだろうなって思う時でも飲み物少し持っていくようにしています。26、テイクアウトよりイートイン。これは食器があるお店に限るという感じになってしまいますが、食器があるお店でもテイクアウトとなるとタッパーに入れたりカップに入れたりということになるので、ゴミが増えます。で、一見紙に見えても実はプラスチックのコーティングがしてあるカップとかあるので、プラスチックだけじゃないゴミとして考えても、やっぱり持ち帰りよりはその場で食べた方がいいかなということになります。27、コップの蓋、ストロー、カトラリー、それからおしぼりなどを断る。28、
買い物の予定がなくても何か袋を持っておく。これは私の経験上なんですが、特に買い物をする気なんかなくて、ちょっとお散歩にでも行こうかと言って出かけた時に、ああ買い物しちゃったっていう時、もう意地でもそれ物を手に持って帰るか、袋をもらうことになるか、どっちかです。なので私はいつでも袋を持ち歩いています。これがいつもカバンに入っているものなんですが、ビニール袋、レジ袋じゃないんですけれども、レジ袋のような形をしていて、ペタペタっと畳めます。で、小さくなるので、これはいつもカバンに入れています。これは予備袋みたいな感じで、今日はお買い物するぞっていう気満々の時はもうちょっと大きい袋を持って出るんですが、お守りみたいな感じです。お守りみたいな感じといってもかなりこれ使っているので、やっぱり予期せぬお買い物はあるかなと思います。わざわざこんな感じにエコバッグみたいなのを用意しておかなくても、家にあるレジ袋をぺったり綺麗に折ってカバンの中にポイッと入れておくと、いざという時に役に立ちます。29、天気が怪しければ折りたたみ傘を入れておく。雨が突然ザーッと降ってきて、わーっと思って傘を買っちゃったという経験のある人多いんじゃないかなと思います。なので今日はどうなんだろうという時は、降らない方にかけるのではなくて、とりあえず折りたたみ傘を入れておく。もしくは例えばお仕事なんかで毎日同じカバンを持っている人は、もうすっからかんに晴れていてもいつでも折りたたみ傘入っていていいんじゃないかなって思います。30、店頭の傘袋を使わない。お店の入り口に置いてある薄い傘袋、あれ使い捨てですが、ものすごい大量のゴミが出ているのは出口の捨てるところを見れば一目瞭然です。なのであれは使わない。よく水を払って、そんなにドバドバ滴ってそうでなければそのまま持っていくもよし、折りたたみ傘を普段から使うことによって傘袋、そういうものを使わなくて済むようにしているという方もいらっしゃいますし、中には誰かが使った後の傘袋をひょいっと取り出してもう一回使っているという方もいらっしゃいます。どの方法でも構わないので、とにかく店頭の新しい傘袋を使わないようにする。これが30個目です。31個目はボーナス、ゴミ拾いです。ゴミ拾いするとなると、まあ半分以上はプラスチックゴミになるかなと思います。で、ゴミ拾いちょっと恥ずかしいかなってまだやったことない人は思うかもしれないんですが、その場合はちょっと朝早めの時間とか、まあ夜少し暗くなりかけてからであれば、ジョギングしたりウォーキングしている人も多いかなと思う、そんな時間帯なので、その中でちょっとウォーキングがてらゴミをちょっと 2,3 個だけでも拾ってくるというのをしたらいいかなって思います。はい、以上プラスチックフリーのアイデア31個でした。私もこのアイデア書き出しながらも、いつもできているものもあれば、まあ、できたりできなかったりというものもあって、あんまりできていないというものも含まれています。実は私の場合それはゴミ拾いなんですが、特に7月は意識的にその普段が実はあんまりできてないんだよなって思う部分をたくさんやっていきたいなと思っています。この動画を見てくださっている方の中には、もう本当にプラスチックフリー初心者ですという方から、もう何年もやっていますという方までいらっしゃると思います。プラスチックフリージュライはそれぞれがもう一歩ステップアップできる1ヶ月になったらいいなと思ってます。有意義なプラスチックフリージュライを過ごしましょう。それでは今日はこの辺で、またねー。